昨日のコメントどんなのブロックしたの？でも俺ブロックしてねえんだよな。ちょっと見てみるか。まあ俺はパンドラの箱って呼んでんだけど、この追放し解除申請、まあここにあのブロックされた人の言葉が詰まってるんだよね。でもさ、あの最近これやりすぎちゃって、あのこういうのバカにすぎちゃって、あの俺の切り抜きチャンネルとかでさ、なんか、まあ、あの化け物が生まれちゃってるんだよね。化け物が、なんか、ここでブロックされた怒りで、もう、なんか覚醒しちゃったみたいな。もうずっと、俺の切り抜きのコメント欄でずっと連投してるみたいな。お前はどこかで連投してないのか、死ぬのかみたいな。この人は、なんか面白くないって連投されてたからなのかな、これは。でもね、これ多分ね、なんで2回通報、なんか俺多分ね1回通報されてたから、なんかああこれ執行猶予だと思ってあれしちゃったんだよね。お、また逃がしてあげるか、じゃあそうするとこいつはまた前科2犯になるんだけど。でもさ、多分俺これが、しかもさ、あの、なんだろうな、あの、ドラクエやると俺若干ちょっと、あの、コメントが過疎気味になって、あの、こういうのがさ、なんか連投に見えちゃうんだよね。この頻度でも連投に見えちゃったりするから、あの、なんだろうな、まあ、どっち、まあ、みんなの判断に任せるわ。こいつはどうした方がいいかな。まあ、こいつの、まあ、宿命のコメントとしては意味があるわかりませんっていう。これも意味がちょっとよくわからないんだけど、これも何を言ってるかよくわかんないんだけど、意味があるわかりません。じゃああなたの名前は配管ゴミですね。はい、あ、名前を覚えました。また会いましょう。じゃあ一回解除。よし、名前は覚えた、大丈夫。こうやって名前を覚えていけば、次悪さした時にお前あの時のまたやったなっていうことになるからね。もうこのさ、もうこの、なんだろう、真相解除要求のコメントがもうこれが、もう、キモい、もう、嫌い。違うの、俺は、カチカチ系じゃなくて、あなたがキモくて嫌いだからブロックしてるだけなのに。ハズレ箱を使う。いや、無理、俺、こいつ嫌い。俺、こいつ嫌いだわ。っていうかさ、大丈夫なのこれ。お前のこと好きなやついないぞ、これ。お前、現実世界でもこんなんだったら、お前一生孤独だぞ、多分。だからさ、こういうの俺ブロックしてさ、なんかカチカチ系とか言われんの、俺納得いかないんだよな。ゲーちゃう、本当にムカついとんねんって。いや、これ聞きすぎなのかな。でもさ、なんかコメント欄でこういうのばっかりでもさ、なんかみんなにとってもなんかマイナスじゃない？せめて、いや、こういうこと言うなら、なんか面白くしてくれんならいいけど、ただ不快なだけじゃん、こういうのって。いや、俺なんてバカにされても全然いいんだけど、だからあのゼネコンスパナ接近中とかさ、ゼネコン再評価とかさ、俺正直ちょっと面白いなと思って、あの野放しにしてるのね。でもこれってさ、不快、もうなんか悪口で不快でつまんねえし、もう救えないじゃん、これって。ただ嫌な気持ちになるだけだと思うんだよな、こういうのって。うん、だからあなたはちょっと、そうですね、まあまずはちょっとその悪口言うのでも、ちょっとはあの芸を磨いてください、本当に。ああって感じです。お疲れ様でした。拒否です。これはなんでブロックしたんだろう、俺。お前の配信おもんないな、ブチ。多分タイムアウトが一件ついてたのも、多分ちょっとブチのあれだったのかもしれないな。いやー、これちょっと聞きすぎてるな。こいつは許してやろっかな。これはどうだ。あのね、
あのねって何歌詞じゃねえんだからさ。足玉菜なのか。ちょっと、でもさ、これ絶対受け狙いで言ってるわけじゃないんだよな。あのね。なんでさ、諭すように言ってくるの。そんな、やめろよ、お前。教育者面してくんじゃねえよ、マジで。連投回避か。ああ、なるほど。いろんなつまらないを、虹色のつまらんよ、あれか。連投にならないようにわざと自らアレンジを加えて、いろんな形で出荷してるのか。小賢しいな、マジで。あのね、ジュニクはって言われたら、ちょっとムカつくもん、俺だって。あのねってなんかムカつくな。なんだ、あのねって。そっか、俺を、だからさ、もうムカつかせるために書いてんだったら、ブロックされて文句言うなよって話じゃん。だって、ムカつく俺を見ようとしてるんだろ。ならその対価を払えよ。対価を払ってほしいよ、マジで。俺をムカつかした代償払えよ。まあ、解消。よ。嫌いだな。いや、嫌いだな。なんか途中までいいやつだったのにな。なんか途中で覚醒するよな、みんな。なんでさ、なんか途中までいいやつだったのに急になんか覚醒するの。あー、俺ちょっと待って、俺の切り抜き動画にいたこいつ、なんか繁盛に同説曲げてるハゲブサイクって書いたらブロックされた。あー、キモいんでブロック。こいついたわ。やっぱりそうなんだ。あの浄水場みたいにここでなんかブロックされたやつはなんかちゃんと出荷されるんだね。自由にやれよハゲは、ちょっと優しいんだよな。お前は自由なんだぞハゲって。こいつ語尾がハゲになってるじゃん、もう。なんでさ、なんでハゲからハゲブサイクに進化してんの。堂々堂々リオみたいにさ、コイル、レアコイルみたいに。なんでちょっと一段階進化したんだよこいつ。ハゲからハゲブサイクに。あ、これも愛ゆえになのかな。いや、これはダメ。ちゃんとした連投。いや、俺、これブロック、むしろな、よくここ、いや、これはもう、何の余地もないわ。スパムでしょ、こんな。だから、やっぱり俺、まあ、8割ぐらいはちゃんとブロックしてるんだよ。たまに感情が入るけど。なんか、あれ、脇書きが流入してきてるのかっていうか、やっぱあれか。やっぱ、あれ、イルルカやってるってのもあるよな。やっぱその、布団ちゃんのとこの視聴者が、一気に流れ込んできた節はあるかもしれないね、もしかしたら。そのさ、俺一番その、布団ちゃんの配信でも見てて、俺、自分のことじゃなくてもイラッとするのが、布団ちゃんがすげえ苦しんでんのに、なんか台本ですかって言って、なんかさらに追い打ちかけてくるの。俺あれ、視聴者として見ててもちょっとイラッとするんだよな。こんなに こんなに、彼は真摯にゲームと向き合ってるのに、なんでこんな言われなきゃいけないんだ彼は、みたいな。なんかちょっと悲しくなっちゃうんだよね。こいつはなんでブロックしたんだ俺。よクソハゲ野郎。
これなんでブロックしちゃうんだろうな。やっぱ、おもんなで聞いてるね。やっぱり俺は自分をおもろいと、なんか、バフをこう、自分に言いか、やっぱ俺ってもともと自分に自信なかったからさ、俺はおもろいんやって言って、多分自分に言い聞かせて自分にバフをかけ続けてるんだろうな。多分、だから、俺の今後の課題は、おもんなに対する体制を高めるっていう。やっぱりね、ちゃんとね、人間は学習しなきゃいけないから、ちゃんと、おもんなに対して体制をつけなければいけない。なんでおもんなで聞くの？おもろいからだよ！くそ！違う、あと、おもんなだけじゃ耐えたかもしんないけど、これ、リャンハンついてます、よく見ると。見てください、オワコン、おもんな。俺の二大巨頭。俺のひりつく二大巨頭が。ちょっとね、コンボなんだよ、これ。コンビネーション、タッグトーナメント始めてるからさ。メドローがかまされちゃったんだよな。あ、この人ね、あれだね。なんかめちゃめちゃその、配信が終わった後に、めちゃめちゃ、なんか一人で語り出して、こう、怖えなと思ってブロックしちゃった。これかわいそうかな、やっぱ。松代かよって。知り合いなの？やっぱりさ、俺も別にコメント欄監視してるわけじゃないんだけど、アナリティクスとかでやっぱりタイトル変えたりするときに、やっぱ目に止まるのね。そこでずっと一人でコメントしてたから、大丈夫かなと思って。いや、多分これ、この日だけじゃないんだよな。まあ。まあこれ連投だからな。確かみんなに、これは、はい、今からブロックしますって言った気がするわ。うん。だからやっぱ、この顔もムカつくな、これ。やっぱり、この、どーもくんみたいなさ、これなんかムカつくな、これ。こいつ目チカチカして鬱陶しいんだよな。あとはこれエンジェルヤマトンっていう、なんか、こいつはね、ヤマトンラブっていう多分アカウントの転生なんだけど、こいつには本当にこいつは怖いな。こいつは恐ろしい、マジで。ブロックしても、何かにつけて蘇ってくる。エンジェルとなって。お。お。違う、だって、もう関係ない、もう、だから、ドラクエやってる時、もうペルさんの話ばっかしてくるからさ。じゃあ。本当に正直なこと言うと、本編ほどハマらなかったっていうのはマジで。本当に正直なこと言うと、本編ほど、ハマ、なかったんだよなぁ。なんか、これは俺が悪いんだけど明らかに。完全に続編だと思ってやっちゃったっていう俺が良くないんだけどね。完全にその別、なんかちょっと思ったよりも別でちょっと戸惑ってしまったところが、最初からそう分かってれば全然いいゲームなんですけども、俺がそれは本当に勘違いもあって本当に申し訳ないところはあったかもしれないです。すいませんでした、本当に。初めて謝ったの俺、申し訳ないです、本当に。ただ、やっぱ中途半端にやるのは、やっぱなんか気持ち悪いから、まあ全部やるよ、それはさすがに。